ボタンを1つ閉めます。2つ以上閉めるとよりきれいに仕上がりますが、生産性が低下します。肩を拡張します。青いラインから1センチメートルから2センチメートル開けてセットしてください。脇を拡張しサイドベンツに合わせます。内側にメッシュシートが設置してあり、当たりが出にくくなっています。スリーバーを両腕に入れます。第2ボタンから閉めます。一つずつ間隔を空けて閉めてください。クランプを設置します。袖の部分が曲がらないように注意してください。縮小と拡大ができます。チャックを閉めるとよりきれいになります。
両腕にクランプを設置します。熱風が漏れないよう注意してください。
水と油が溜まってしまうため、オレンジ色のスイッチを押してバルブを開けます。その際、バケツ等の受け皿を下に設置してください。